今年もやってまいりましたパワーワークカップということで、今回は日体大柏のなんと特別コーチとして私那須大輔が、はいはい、一緒に帯同させてもらうという、はい、でまあネビッキ監督にもちろんやり方を聞いた上でいろいろ選手たちにディフェンダーコーチとして指導させてもらう1試合をちょっと取らせてもらおうと、はい、思ってます、はい、なのでこれから行ってみたいと思います。行ってみよう。1試合目は14時からなんですが、レガルタ仙台ユース試合ということで、はい、まあ、そこの、まあ、ディフェンダーコーチとしてやらせてもらうんですが、まあ、ちょっとチームのやり方があるので、はい、まあ、今ネビッキ監督といろいろそこのすり合わせそういろいろ教えてもらった上でいろいろとね選手とコミュニケーション取れたと思います。ざっくりっていうか、はい、もう敵陣のところは、はい、基本的にはもうオールマンツーマンじゃないですけど、はい、もうしっかりはっきり捕まえて、あ、なるほど、はい、もうプレッシャーに行こうっていうふうには、はい、まあ、言ってるんで、はい、ただ基本的に相手が 4-4-2 であれば、はい、まずフォワードがちょっとボランチを隠しながら、はい、出れば、まあ、1個スイッチ入れて、それに対してもうボランチも連動して、はい、でまあ、ボール出ればサイドハーフが出てってっていうところで、例えばこう変えられて、はい、センターバックが開けば、はい、そこはサイドハーフがサイドバック隠しながら、はい、プレッシャー1回戦、はい、でここ消されたら2度多いと、基本的にはもうここは完全にはめに行って蹴らせるか中でボールを、はい、奪いに行くか、でベースは、で、はい、これが例えば剥がされちゃったら、はい、しっかりと全体が戻って、はい、自陣のところは基本的には、ブロック作ってっていうような形で、はい、最初っていうより、まあ、試合全体としていけるんであればボールを奪いに行く、そうですね、もう敵陣であれば基本的にはもう相手のその立ち位置によって、例えば4-1-4-1っていうところもあるかもしれないし、はい、っていうところで言うと、じゃあこうなれば例えばフォワードが縦関係になって、はい、でこのセンターバックはサイドハーフがサイドバック隠しながら出ていくっていうような、そういう感じです、はい、それでもこうペナペナのところまで入れたくないんで、はい、基本的にこうチェンジサイドされて入った場合であれば、基本的にサイドバックなるべく縦切ってもらって、はい、サイドハーフと、まあ、ボランチとかで挟み込みたい、はい、まあ、中誘導して中に来るところを奪っていきたいっていう、これ基準した時のスタートポジションのツートップみたいなところの大体の位置って決まってたりしますか？それはもう、もう選手間でやらせてる感じですか？基本的にボールサイドこう落ちて奥のフォワードがちょっと残るような、なるほど、はい、ボールサイドのボランチを消すっていうような形でいますね、はい、でまあこれで突破されれば、はい、基本的にセンターバックは出ないで、はい、センターバックは、ニアポスト、うん、中央で逆のサイドバックが、ファーポストっていう、はい、まあ、僕らクロスポジションって言ってるんですけど、はい、にしっかり入って、まあ、ボランチも落ちて、まあ、ここ突破されればフォワード、ね、ランニングとかあれば多分ボランチがこうカバーしてっていう形でこういうような形で、はい、っていうところでしっかり埋めていこうっていうような感じでは、あんまりセンターバックがカバーリングいくっていうのはそんなに多くは見られないって感じですか？サイドがまあスルーパスとかを来た時に、うん、そこに対してセンターバックがあのちょっとカバーリングポジションみたいな感じより、はい、サイドはサイドに任せるっていうイメージ、サイドは基本的にサイドでセンターバックがなるべく引っ張られないように、もしかしたらセンターバックが引っ張られないっていう話はしてるんで、なるべく中央結局は中に来るんで、はい、そこをしっかり跳ね返す、これで結局広がっちゃうとここが空間が空いてて、うん、少なっちゃうんで、ここはしっかりブロック作ってっていうところで、はい、このペナの中入ってくるところはもう基本的にはボランチが行ってほしいなっていう、はい、剥がされても間に合うんだったらボランチが、ボランチが、はい、まあでも状況によって間に合わない、まあ緊急でっていうのはやっぱ最悪はこういうふうになる形もあると思うんですけど、はい、まあ、ざっくりいくとまあ本当に、はい、こんな感じです。了解しました。いろいろこのねチームのやり方って戦い方があるので、はい、まあ、今みたいに、まあ、ネビヒ監督言ったけどセンターバックはやっぱこう極力釣り出されないようにする、はい、うん、それで中を固めるっていう、まあ、そこがちょっとねずれてるとやっぱ選手たちにアドバイスするにもしても、うん、選手たちが困惑してしまうので、はい、まあ、そこのすり合わせっていう意味である程度ちょっとやり方を分からせてもらったんで、うん、まあ、であと言えることってもう本当に細かいことだけど、結構サッカーって細かいことが大事だったりするし、まあ、監督はね全体を見てこう
あのチームをコーチングしていくと思うんだけど、はい、まあその細部っていう部分 の, その選手一人一人と試合中って対話できないと思うから、はい、まあ、そういう部分でなんか選手たちにアドバイスできたらなっていうので、うん、今回はちょっとディフェンダーコーチとして、はい、ベガルタさん頑張りたいと思います。はい、お願いします。どちらかというと俺利用してもらって何かあったら聞いてもらいたいし、あとまあ守備として俺から伝えられるのが、まあ、やり方はね、あのネビス監督から聞いたんだけど、そのフォーバックの距離感の意識の仕方とか、あと攻撃時のその準備のところだったり、あと声も、まあみんな出せる選手もいるって聞いたんだけど、出すっていうより伝える、出せる感じを使って意識を変えてほしい。あのコーチングも、審査激励でまあ鼓舞するねコーチングもあると思うんだけど、どっちかっていうとその意識の中ではやっぱ試合の中でしっかりとサイドバックとかの、ポジショニングを修正するボランチとかのその距離感だったり、あとラインとか駆け引きの部分だったり、そこを4人でしっかり合わせるってことをあのこの試合で特に意識してほしい。俺も1試合しか伝えられないから、だからいろんなこと言うと思うし、あの逆に何かあったら本当俺を利用してあのねステップアップつなげてもらえばいいし、サイドバックもあのポジショニング、まあ、そのサイドチェンジに対して逆サイドの特にサイドバックのポジショニングってめっちゃ大事になるから、そこを意識してやっていきます。 OK、 ありがとう。じゃあお願いします。よろしくお願いします。じゃあこんにちは。じゃあこういう実践の場でね、こういろいろチャレンジできる、あの非常に、機会だと思うので、個人での、狙いだったりチームとしてこうやるべきことだったりというところをこうしっかり合わせながら、その個人としてその与えられた、時間の中にこう自分の良さをしっかりこう磨く、チャレンジするというところでこうしっかり、やってほしいなというふうに思います。こんにちは、夏大輔です。大会の、まあ、今回その1試合の臨時コーチ、そのディフェンスコーチとしてやらせてもらうんですけど、本当にみんなにとってこの1試合1試合っていうのは貴重な1試合になると思うんだけど、俺をあの利用してほしい。あの上に行くチャンスなんてたくさんあると思うんですけど、なかなかね、やっぱそのチャンスを掴むのはもう自分次第だと思ってるし、だから俺を利用してディフェンスだったりいろんなものを、まあ、あのもちろん経験は多少なりともあるから、だからその経験の中でいろいろと伝えられることもあるし、自分から何時間を作っていろんなことを聞いてほしいと思ってるし、そういうきっかけ作りになればいいと思ってるので、まあ、本当に1試合かもしれないけど、だけどこの1試合とか1分1秒でサッカー人生なんか変えられるから、だからそのチャンスをつかむのも自分次第だし、だからそのきっかけ作りということで、まあ、貴重な時間なので一緒に1試合です頑張っていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よし、よし、よし。いいゲームしよう。キャッチャーもらおう。キャッチャーもらおう。とにかく、30分だけだから、まあ、多分前からどんどん行くと思うんだけど、ボールがさっきも言ったけど反対側の時のポジショニングと、あと上がるタイミングと、とにかくそのちょっとしたポジショニングでさ、あのサイドチェンジ来る時の対応が全然変わるから、あとセンターバックのカバーリングとかもしてポジショニングと上がるタイミングっていうのをちょっと意識して、この試合30分しかないと思うからあんま限られてると思うんですけど、ここだけ一つ一つしっかりと集中して、あともう一つ戦うだけで勝ってもらって結構ロック後ろから。繋がった攻撃もしてるし、繋がった守備もしてるし、でも本当特段ないですよ。うん。
上げる時のショットとかそのタイミングでバックパスあるじゃん。あれの時にこうなんていうの、上げないとちょっと遅い。森田さ、森田、ロングフィードくんじゃん、総太郎に。お前スピード上げなかったって。セカンド絶対狙う。あれとんなきゃ。あの上がるスピードだけディフェンスライン。少し上がって。はい。いうのやんないと逆に走られるから。さっきの切り替え持ちないんだ。だからそこの熱いかもしれないけど、そこの後半に出てくる。だからそこの主導権相手にもオフサイドポジション取らせて、俺らがもう主導権握る。っていうそこのスピードだけ、スピード中、あとはもう特段問題なかったよ。ニアちゃんと決めようぜ、普通に。ボランチがこうちょっとこう一枚になったりとか縦関係だったりこうちょっと脇に覗いたりっていうところあるから、そこら辺の今度フォワードがそこ隠すのであれば、今度センターバックに対してサイドハーフが出ていかなくちゃいけないので、そこの連携をしっかり図る。逆にボランチが相手のボランチを落ちたのに対してボランチがついてきてこうちょっかい出すのに対してそれでもいいし、でそれこう自分たちがやりやすい、自分たちがやりやすい相手が困るような状況をしっかり作ることです。やってます。OK。 ちょっと細かいことだけど、戻るときにこうやって戻るじゃん。で、相手がこう運んで、もう最終的に蹴る体勢だったらもうしょうがない。この向きでボール中心じゃないといけないんだけど、余裕があるんだったら、よく高校生の選手たちってありがちなんだけど、時間があるのにこのままなの、ずっと。だからこっちが反応できないっていうのと、こっちの視野が確保できないから、余裕があるんだったらこう戻るじゃん。戻るスピード大事なんだけど、ちょっとこう少しこうオープン目っていうか、こっちまでこう対応できるとか指示ができる。1回かな、2回ぐらいえぐられたんだったらもうしょうがない。最終的にはボールなんだからいいんだけど、その前っていうのは体をこうやって少しオープン気味でこうやってやって見てほしい。じゃないとやっぱこっちが対応できないっていうのと、ポジショニングがこの1方向しか守備できなくなっちゃうから、そうだからそこだけは余裕があればね。で最初オープンって結構難しいんだけど、だから慣れてくると本当こっちまで見えてくるから、ポジションこっちも修正できるし、そうで最終的にはもうボール中心でっていう優先順位が出てくるけど、これもうセンタリングの時もちょっとアップアップアップってこうなるとやっぱここ走られるから、だからアップなんだけど少しこう時間があるんだったら少しこうオープン目にフィードするとか、首振る時間もうちょっとでもね、ちょっとで振り減って、それで多分把握するじゃん。まあそこをしっかり時間があるんだったら首振ってこっちまで動かしたらベスト。でも無理な時はもうしょうがない、ボール中心でいいんだけど、だそこの体の向きっていうのと常に首を振るっていう、すぐに首、もうちょっとでも時間あったら首振ってっていう、常にでポジションを少しでも修正する、その少しが多分嫌なポジショニングになってくるから、そこだけさ、高いところだけど体格が大きい選手で、やっぱこうやって上手い選手になってくると隙間を狙ってくるから、そのポジション修正がどんだけできるかっていうところ、少ない時間でちょっとの時間でポジション修正、もうちょっとこうバックはされた、少し上げるんだけど少しこう状況はボール見っぱなしじゃなくて、やっぱ真ん中がしっかりとこう回ってきて、オープンで少しボールと回ってて見える形
形で最後ボール中心にします。それの連続ぐらい。あとはまあ特段的な距離に関しては問題なかったと思うので、そこは続けてやってください。チームとしての浸透度が高いっていうか、あの監督、ニュー監督がいろいろやりたいことがあのはっきりこう選手たちに伝わってる、その中で個人の個性を生かそうとしてるから、すごい特段なんか俺がなんて言うんだろうな、あの守備の部分とか、まあ、自分たちのやり方っていうのはある上で、個人で そのスキル面とかそういうのはアドバイスあったけど、チームとしてこうディフェンスラインとかはっきりやることしてたんで、そんなに言うことなかったかなって、まあ、今日に関しては、うん、一回ちょっと入れ替わりそうなところもあったじゃないとか、あの一回ついてこれてなかったとき分かる、あのそうそうかな、そうあれ、まあもうエースがいたらなんだけど、あともう一つ頭の余裕で、あの余白で入れててほしいのが、間に合わなかったときにどうやって切り離すか、あの自分が間に合わなかったときに取りに行って食いつきすぎて、ロケカンドだけ場面もあるじゃん、たまに。そういう時に、自分の気持ちのところで満たないといけないだけで頭埋めると、多分完璧に入れ替わるから時には、そこへグッと我慢して、それでも行かないといけないから、チームとしてだけど、そのカバーリングのとこの、はい、チームの持ってそこの駆け引きだと、自分たち持ってないから全部行け行けだと、行けだと行けなかったタイミングの時の対応を考えないと、山崎ってな、遅らせる。そう、遅らせる。行かないといけないから、まず行くんだけど、でも、タイミング的にダメな時ってあるじゃん。それでも、行くんだけど、最初から離してカバーリングに行くとか、そこをゴールを割らせないっていうことを頭に入れといてほしい。そう。ベースには行くんだけど、ベースには行って、絶対に潰すっていうのがベースにあるんだけど、万が一こう行けなかった時の、その時の対応策としての頭の余白でどうするか、駆け引きをそれぞれに持っててほしい。トラブルみたいなのもあるから、そうなった時に探して行くとこをやめて、カバーリングでボールを防げるってこともあるし、カバーリングっていうか、まあ入れ替わらないで自分が行くと見せかけて、あの頭の余白じゃないけど駆け引きの中で少し入れてほしい。相手が大きい時のゴールキックが競り合ってるので、そういうの意識してる。俺もそんなセンターバックで高くない方だったから、まあでも一つはまあ自分のタイミングで上から乗るっていうのはまず一つの競り方じゃん。どうしようもないさ、フォワードとかいるわけよ、もう全然動かないみたいな。だからそれをどうやって落下地点に入らせないかだけを考えてたから、とにかくボールがこう来るじゃん、ちょっとあの時間があるんだったらわざとボーンって当てて、こう体当てて自分が落下して入るとか、そういう競り方の練習してた、うん、あとヘディング競らなくちゃいけないっていう概念をなくしてほしい。あのというのもゴール奪われなければいいから、もちろん競らないといけないんだよ、
だけどさっきみたいにこうタイミングで言うと絶対勝てねえみたいなのがあるじゃん。うわこれ勝てないっていう時にそういう違う形、頭でいけない時に足でこうやって体ごと寄せてとか、そこをうまくこう練習の中で、俺だからこうやって投げてもらう中でも自分のタイミングで捨てる、あとはちょっとこうやって駆け引きしてわざと体ボーンとぶつけて自分の落下地点入るっていう練習だったり、そう強い守備と柔軟な守備っていう駆け引きする守備を両方持ってた方がいい、蹴り方で、はい、うん、ありがとうございます。まあ、見させてもらって、後半と共に、で、まあ、攻守ですごくオーダーが打たれて、そんな特段言うことはなかったんだけど、でも、やっぱ、監督も言ってたけど、細かいことだから、攻撃側だったら、ボールバッターとボランチとかだったら、ボールバッターとして、いかに見れるかって、その時にフォワードがどの位置を取ってるかとか、あと、攻撃だったらパワーの使いどころだから、一番怖いところでどうやってパワーを使える、あのセンタリングが入った時とか。あと守備のことを結構今日はまあ特にセンターバックやってもらったけど、センターバックなんか本当そのファイブをどんだけ突き詰めてやるかっていうところだったり、周りを動かせるかっていうところがいかに失点につながらない、ボール奪われない、キーパックスっていうところにつながっていくから、だから本当にそこを突き詰めてください。多分今やってるサッカーで本当に、いいサッカーしてるなってすごく思ったし、見てて素晴らしかったです。だけどこれが勝敗につながるっていうところでは、やっぱりそのサイブっていうところにいかに引き詰めてやるかっていうところだと思うから、あのこの試合の中でしっかりとやってることプラスアルファで違いを見せられるように、まあ、センターバックとか特に話したけど、守り方とか一番はゴールを割られない、一番攻撃だゴールを奪うことだと、そのための何かっていう自分のスキルだったり戦術だったりっていうところを落とし込んでやってください。そうすれば必ず変わってくると思う。頑張ってください。ありがとうございました。はい、今回に日本体育大学、柏高等学校サッカー部の密着させてもらいました。ディフェンダーコーチということで、まあ、ネビック監督のもと、まあ、ご協力いただき、コーチとしてやらせてもらいました。まあ、本当ね、日本サッカーを担う子たちなので、まあ、少しでも成長してもらうきっかけになればということで今回企画したんですが、まあ、これからも高校サッカー応援していきたいと思いますし、いろんな、ね、高校を応援していきたいと思いますので、ぜひこれからもよろしくお願いします。今回いいと思いましたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントぜひよろしくお願いします。ではこちらで失礼したいと思います。パークカップよろしく。